宮城ザオーセントメリースキー場は宮城県柴田郡川崎町にあるスキー場。2018年9月からはプラス脳が敷かれた本格的なサマーゲレンでの営業も行っている運営会社は川崎町指定管理者の株式会社由来図。宮城県川崎町の外れ、岩戸山の登録にあるスキー場。国道286号沿いに位置し、近くには笹谷峠がある。 ゲレンデの近くには山形自動車道が走っており、スターライトゲレンデではコースとリフトが山形自動車道と立体交差するほど隣接している。インターチェンジも近くにあるのでアクセスが非常に良好である。山形県山形市との県境に近いところに位置することもあり、宮城県だけではなく山形県からの利用者も多い。スノーボードも利用可能。 スキーやスノーボードのスクールも行っている。例年3月の第1週目の土曜日までナイター営業を行っている。ナイター営業実施の曜日は2017から2018シーズンまでは月から土曜日に実施2018から2019シーズンは日土曜日に実施2019から2020シーズンからは水土曜日に実施と徐々に縮小傾向にある。 プラネットコースにはナイター設備が設置されていない。過去には年に数回オールナイト営業も実施していた。2018年9月1日に新規オープンした。本物の雪で夏スキーができる合算スキー場などがクローズした頃から11月くらいまでに営業を行っている。冬季に使用している中級者向けのスターライトコースをそのままサマーゲレンデとして使用しており、 コースの上にプラスノーというプラスチック製のブラシマットを設置し、その上を通常のスキーまたはスノーボードの道具で滑走する。冬の雪上での滑走に近い感覚で滑ることができるが、ゲレンデでは滑りを良くするため、霧状の散水が行われているので多少はウェアや服が濡れる。このサマーゲレンデは東北最大級でコース脇に人工コブの用意もあり、 全国的に見ても本格的な滑走コースである。営業期間、夏から11月くらいまで、営業時間、午前9時午後4時営業曜日、土曜日、日曜日宿日駐車場はセンター前駐車場、第1、第2、第3駐車場がある。センター前駐車場は土日祝日と年末年始は有料なので注意。合計仙台終了。ありがとうございます。